はい、ご指導じゆうちゃんです。今日のお話は整体のお話、そして整体院の売り上げを上げていくお話でもあります。整体において患者さんが回復していく、患者さんを回復させていく上において大事なポイントは何かと言いますと、整体の施術を施すことはもちろん大事なんですけれども、その具体的な症状ですね、肩こりなら肩こり、腰痛なら腰痛ってありますよね。その具体的症状の原因となっていることを引き算していくこと、つまり原因となっていることをやめていってもらうことが症状を回復させていく上において一番重要になります。これを引き算式健康法、引き算式回復法と呼んでますけれども、治らない人の特徴として、自分が痛みを作っているということに気づいていなくて、湿布を貼ったり、その原因を顧みないで湿布を貼ったり、薬を飲んだり、健康器具を使ったり、あれもしたりこれもしたりと足し算していってしまうんですね。そしてもう訳が分からなくなって、どんどん、無理なことをしたりして、変に健康器具を使ったりしてね、またどっか痛めたりとか、そういうことになってきます。例えば姿勢が悪くて痛みを作ってるとしたら、その姿勢が悪いことをやめていってもらうことが患者さんに回復してもらう上で一番大事なポイントになるんですね。ですからそこを指導していくことを徹底していってください。そしてこれは同じく、整体師さんが整体院経営において、売り上げを上げていく、売り上げを上げることは整体院を経営している上においてはめちゃめちゃ一番大事なことですよね。その売り上げを上げていく上において大事なことも、今の言った引き算と引き算式健康法と同じなんですね。つまり皆さん、売り上げを上げていこうといったときに、売り上げが下がってきていると、上げていきたいということで、どうやったら売り上げを上げれるか、どうやったら売り上げが上がるかばっかり考えるんですけれども、その前にですね、なんで売り上げが下がっているのか、ここですね、売り上げが下がっている理由、明確な理由があります。原因は何なのか、これを考えることが大事です。ノートに、もしそういう人がいたら、ノートにもう書き方何でもいいんで、箇条書きでもいいから、もう出せる限り出し尽くして書いてみてください。もう5分という時間を使って書き出してみてください。思い当たる節、出てくるものがいっぱいあると思います。そしてその売り上げが下がっている原因をやめていくことで、売り上げというのは自然と上がります。もうやってみたら分かります。これは上がります。上げようとする前に下がっている原因を排除する、つまり止血するということです。血がだらだらこぼれてるのに血を足していったってしょうがないですね。まず、血が流れていってるのを止めることが大事になりますので、引き算式、これは経営法と言いますけれども、患者さんの回復と整体院経営の成功というのは全く実は同じ、システムで出来上がっているんですね。それが引き算していくっていうことなので、ぜひね、患者さんを回復させるにはそこを大事に、患者さんをある意味しっかりと教育していってほしいですし、また、整体院経営をしている方はですね、なんで売り上げが下がっているのかっていうのをですね、自分自身をそうやって教育して言ってください。まずその紙にですね、整体院経営の方は紙に売り上げが下がっている原因理由を書けるだけ5分という時間で書き出してみてください。今日の話は以上になります。バイバイ。